皆さんこんにちは、まもるです。ということで今回はですね、サーブについて、サーブってかなり難しいショットだと思うんですよ。まあ、その辺について、ね、少し話していけたらというふうに思いますので、ぜひよろしくします。それでは行きましょう。はい、ということですね、サーブはですね、実は一番関わってるのはメンタルなんですよ。メンタルね、結構大事 で、それは何でかっていうと、唯一自分でトスアップできるじゃないですか。でトス投げるってことは欲が出るんですよ。あそこにいいサーブ入ったら自分の有利だなとかって思っちゃうと絶対に力むんですね。でそうすると行動が速くなるんですよ。で僕の場合はラケットの先にちょっと当たっちゃったりとかして、なんかこううまく飛ばなくなったりとかするんですけど、皆さんどうですかね。力むと根元派ですか、それとも先派ですか。まあ、ちゃんと当たる方ももちろんいると思うんですけど、まあそう考えた時に、これメンタルリハーサルって言葉が実はあって、自分がそうなるであろうっていう想定を先に立てることが大事なんですよ。僕は先に当たるってことは待てばいいわけじゃないですか、簡単に。ってことはスイングをゆっくりすればちゃんとミートするっていうことになるんですよね。だから最初に自分がサーブを打つ時に、あ、先に当たってしまう可能性があるから、ゆっくり振ろう、ゆっくり振ろうっていうふうに考えるんですよ。でそうするとまずミートの確率っていうのが上がるじゃないですか。でこれめっちゃ大事です。ミートさえすればコントロールはできるようになります。実はですね、コツがもう一個あるんですけど、それがルーティンなんですよ。でルーティンっていうのはまあいろいろあると思うんですけど、まあ僕の場合はボールついたりとか、ガット見たりとかっていうのがルーティンの一つに入ってて、でその行動を一個ずつ取っていくといつも通りの動きができるようになるっていうふうに自分にちょっとこう暗示込めるような感じで練習するんですね。だから練習の時からちゃんとそのルーティンを一個ずつこなしてやっていくっていうのが結構重要です。なんかサーブっていうとなんかこの感覚だけ良くせようと思ってガン打っちゃうじゃないですか。それって結構試合じゃ使えないんですよ。で試合の時入んないと何の意味もないじゃないですか。なので感覚良くしたいなって時の練習は別にそれでいいんですけど、試合で勝つための練習だと思うんだったらボール付きからしっかりやった方が絶対効果的です。これはかなり重要だと思いますので、ぜひ意識してみてください。